ウズベキスタンを訪問している安倍総理大臣は、首脳会談でこの地域で影響力を強める中国への懸念を共有しました。今回の訪問では、多くの日本企業トップの皆様からなる民間ミッションに同行をいただきました。安倍総理は、中央アジア最大の人口を抱えるウズベキスタンで発電所の建設や医療機材の整備で合意しました。およそ40の企業幹部らが同行し、カリモフ大統領も日本の進出を歓迎しました。かつてシルクロードの中継点として栄えたウズベキスタンは、今は中国のシルクロード構想の要衝でもあります。中央アジアでは今、中国が天然資源の獲得などで影響力を強めています。首脳会談では、カリモフ大統領がそうした中国の進出に懸念を示し、領海侵入や一方的な資源開発は憂慮すべきと述べた安倍総理と歩調を合わせました。